アを見ていて、友達といつかプリキュアになりたいねとかそうやってお話ししていた憧れの存在だったので、みんながプリキュアと一緒にプリキュアになりたいとかそういう夢を持っている中で、私たちが今回主題歌を歌わせていただくっていうのはすごく光栄だなと思います。私小さい頃にピアノを習ってたんですけど、その発表会の時にお母さんにプリキュア の2人はプリキュアの時のホワイトのほのかちゃんの衣装を作ってもらって、でそれで歌って踊ったんですよ、っていうすごい素敵ないい思い出があって、今回主題歌が決まって憧れのプリキュアに近づけたなって思って嬉しかったです。今回はプリキュアオールスターズですごく盛りだくさんだなって思うんですけど、モーニング娘。15も13人になってこれから活動していくってい う勢いの中でプリキュアの主題歌を歌わせていただくことができて、プリキュアのみんなに負けないように私たちもキラキラ輝きたいなって思います。なんかこういつものモーニング娘。のダンスだと私たちのかっこいいところを見せたりとか私たちの魅力を伝えるっていうのが一番なんですけど、今回の振り付けは歌詞の大切さとかこう世界観のテーマとかを伝える心を込めてとか、そういうこう手話じゃないけどそうやって表現できる言葉を表現できる振り付けが多いので、しっかり伝えたいなっていう気持ちが私たちもより増していると思います。こう足元は動かさずに手だけで大きく表現する振り付けが多いので、ここは映画館でも座りながらでもできるし、ぜひ一緒に踊ってほしいです。お父さんお母さんも恥ずかしがらずにぜひ思いますね。モーニング娘。は今13人いるんですけど、プリキュアも40人ってことで、なんか歴代でもやっぱ好きなキャラクターとかがあると思うんですけど、モーニング娘。の中にもぜひ好きな子を作ってもらいたいと思いますし小さい子にたくさん名前を覚えてもらえたら嬉しいなっていうふうに思います。映画館に来た子どもたちにも一緒に歌って踊ってもらって、こうみんなで力を合わせることの大切さっていうのもぜひ映画を見て学んでほしいなって。私たちもこう普通の女の子からこうしてアイドルになったし、プリキュアももともとは普通の女の子からこう妖精たちが来てプリキュアになるっていう流れなので、ぜひ今小さい子どもたちもこう将来楽しみにこう夢を持ってこれからの人生を歩んでほしいなと思います。はい、私飯久保はもともとアニメや漫画が大好きだったんですけども、アフレコもその声優さんのお仕事っていうのも憧れを抱いていたので、アフレコ挑戦っていうお話を聞いた時にもう本当に嬉しくて、いざやってみて私たちはこうわーとか感情を声で表現したりしたんですけど、なかなか難しくって、やっぱり声優さんのお仕事の難しさを改めて感じたし、声だけでお芝居することの大変さっていうのも学んで、これもすごく人生のいい経験になったなっていうふうに思うし、すごい良かったなって思います。はい、私たちが自分で考えたキャラクターがこうプリキュアの映画の中に登場するっていうのが本当に信じられない。いや、この絵がさ、やっぱプリキュア調になってるよね。いやでもそれぞれこう、はい、いろんな思いを込めて描いたんですけど、私飯久保はタニーナっていうキャラクターをいつも自分のこうマイキャラクターとしていろいろグッズとかにも描いているんですけど、私今20歳なんですけど、20歳限定でハニーナを20歳ナっていう名前にして、それが出演できるっていうのがすごく嬉しいですね。はい、石田のキャラクターは私よく石あの猫に似てるって言われるんですよ、顔とかが猫目だもんね。はい、それをテーマに描いたのと、宮城県出身なので伊達政宗様の頭のお月様みたいなのを自分のキャラクターにも出してみようと思って、私メンバーカラーが青なので自分のカラーで、そしてワンファイブも広めていこうと思ってアピールしました。なんかもうイラストとか全然得意じゃなくて普段描かないので、何を描こうかって相談したら、小田ちゃんはなんかフクロウっぽいんじゃないって言われたんですよ。でそれがフクロウと私名前がさくらって言うんですよ、小田さくらっていうので、さりげなくちょっとさりげないっていうか大々的に大々的にさくらをアピールしようかなっていうふうに思いまして、妖精たちがいっぱいいる中にきっとこのキャラクターたちもいるんじゃないかなっていうふうに思います。アンジュルムの竹内あかりです。ハロープロジェクトの新ユニットの田口夏実です。今回の MC は私たち2人が担当します。よろしくお願いします。
はい、ではですね、簡単にじゃあ自己紹介をしたいと思うんですけど、はい、私はあの高校2年生17歳のアンジュルムというグループに所属しています。竹内あかりです。はい、じゃあ田口どうぞ。はい、ハロープロジェクトの新ユニットに選ばれました、中学2年生14歳の埼玉県出身、田口夏実です。よろしくお願いします。イエーイ。はい、じゃあですね、あの私たちアンジュルムはですね、はい、あの最近どういう活動をしているかというと、あの先日かな、あの2月4日に新曲が発売されまして、はい、でそれのリリースイベントだったりをたくさんやってたんですけど、はい、今回は私たちオリコン2位に、あの何ですか、2位をいただけて、でさらにあのスマイレージ時代から数えても最高枚数をあのいただいたっていうか、あの最高枚数なんて言うんだろう、最高枚数をいただけた、合ってますかね、まあ、そういう新記録を達成できたんですね、はいはい、だからすごい私たちもあのアンジュルムとして初のシングルだったので、はい、いいスタートを切れたなって思って、これからもっともっと頑張っていきたいなって思ってます。はい、あの新ユニットのじゃあ活動は何かありますか。はい、新ユニットはあの、はい、今舞台、うん、ウィークエンドサバイバーっていう舞台のレコーディング、曲のレコーディングを、うん、最近したばっかりで。ほう、ミュージカル。はい、ほう、もうなんかすごいなんて言うんですかね、舞台が初めての子とかもいるし、うん、すごい今もう台本ももらったんですけど、はい、すごい移動中とかも、うん、みんなこうやって台本読んでたりとかして、うん、すごい今からみんな緊張してるので、頑張ってください。頑張ります。はい、今回はこんな2人でお送りします。お願いします。冒頭では2015年2月1日に行われた映画プリキュアオールスターズ春のカーニバルの主題歌発表の取材風景をご覧いただきました。はい。あのプリキュア見てた、はい、見てました。本当、今も妹が見てるので、うん、そうなんだ、はい、何人世代のプリキュアだった田口。私の時は2人はプリキュアの時から見てました。じゃあ一緒だ、はい、よかった。なんかいっぱいさ、はい、増えてったりしたじゃん、はい、結構だからさ、そう何人時代の見てたんだろうって思って、田口は、はい、2人はプリキュアから見てたんだ。見てました。一緒だね、はい、じゃあ、今見ていただいたんですけど、はい、まあ、映画の主題歌ということで、はい、すごいですね、映画館でね、流れるってすごいね。すごいですね、やっぱプリキュア見てたから、はい、そういう風になれるって羨ましいですね、はい、いつか私たちもそうですね、はい、頑張りたいですね。頑張りたいです。はい、であの声優もやってるメンバーがいたんですけど、はい、声優とかには興味ありますか。私声優さんとか、うん、アフレコとか、うん、アフレコとかやったことがないので、うん、なんか憧れっていうのはあります。そうだね、なんか、はい、私もあの全然なんかそういうのを思ったことはなかったんですけど、はい、結構ファンの方とかになんか声が特徴的だねっていう風に言われることがすごい多くて、はい、なんか声優のお仕事とかやってみてとか言われるんだけど、でも全然あかり声になんかそういう特徴があるの分かんなかったから、最初自分では、はい、あんまり高いって思ってなかったのね。なんか言ってしまえばちょっと低めの声だと今まで思ってたの、はい、したらすごい高いし、なんかすごい魅力的な声だねって言われることが多くて、はい、なんかいつかやってみたいなって思いますね。はい、じゃあ頑張りましょうね。頑張ります。はい、今回のハロステではサンシャインシティ噴水広場で行ったアンジュルムのイベントの模様をご覧いただきましたが、今回は同じ日に愛宕神社で行ったヒット祈願の模様をご覧いただきます。どうぞ。
参りするのは初めての試みなので、こういう機会をいただいたことはすごい貴重なので、無駄にならないようにちゃんと神様にお祈りして、それでしっかりとこの成果を出したらいいなと思いますし、みんなが幸せになれるような歌を届けられるっていうのが一番の目標なので、それをちゃんとお願いしていきたいと思います。今日はヒット祈願ですね。まあ、こういう機会をいただいたので、めいめいも言う通りこれを無駄にせずヒットさせたいなと思います。の模様をご覧いただきました。はい、まあこれちょうどイベントをやる前に愛宕神社に行って、みんなでヒット祈願をやってきたんですけど、なんかもうこういうヒット祈願とかやるの初めてだったので、なんかすごいこうなんかこうやってやってる時とか、こう座ってる時とかカメラがいっぱいあって、はいはい、でもちゃんと集中しなきゃって思ったから、こうしっかり前向いてたら、なんかすごい険しい顔になってて今はい、びっくりしました。ビビンですよね、はい、なんかちょっと今私もびっくりしたんですけど、決して怒ってるわけではないので、真剣な表情をしてたらああいう顔になってしまったということなので、はい、皆さんご心配しないでください。はい、そしてですね、今回はなんでヒット祈願をしたかと言いますと、はい、アイドルとして大成しますようにっていう思いと、新曲の大器晩成を聴いてくれた方々の願いが叶いますようにとの思いを込めてご祈祷を受けました、はい、なんかこういうなんか大器晩成すごい勇気づけられる曲なので、はい、ぜひなんかまだ聴いてないよって方は聴いていただけたら嬉しいなって思います。ハロステといえばこのコーナー、四字熟語の時間です。イエーイ。はい、今回から先生を担当させていただきます、ジュースジュースのリーダー宮崎ゆかです。よろしくお願いします。はい、それでは生徒はこちら、アンジュルムの村田瑞希ちゃんです。はい、アンジュルムの村田瑞希です。好きな食べ物はもんじゃ焼きです。よろしくお願いします。イエーイ。私たちはアンジュルムさんとジュースジュースはよく楽屋が一緒になるんですけど、はいはい、あんまり私たちは喋ったことがないので、はい、これを機会に仲良くなれたらいいなと思います。はい、逆に、はい、趣味とかってありますか？趣味、はあ、じゃあ行ってみますか。あ、行きます。せーの、お買い物。同じ同じですか？同じです。意外と合いますね。意外と合う。そこだけ、はい、そこだけ、はい、よかったよかった。それでは今日は一緒に学んでいきましょう。さあ、今回の四字熟語はこちらです。言語道断です。室田さん、意味わかりますか？はい、
わかります。お、さっきわかりました。お、言葉を喋ってたら、はい、違うよって断られて導いてくれたんです。違うよって導いてくれて、それを語るです。あ、なかなか面白い進め方しましたね。はい、では宮崎先生の考えを教えてください。はい、私はもういまいち説明ができないんですけど、提出期限を守らないなんて言語道断だっていう使い方で合ってますかね。きっと合ってますか。意味は意味はそんなこともできないのみたいな感じです。王様違うかな。すごい文字は全然違うんですけど、提出期限を守らないなんて言語道断だ、そんなこともできないのかっていう気持ちがこもった言葉だと思います。それでは正解です。言語道断とは、言葉に表せないほどあまりにひどいこと、とんでもないこと、もってのほか。言語は言葉に出して表すこと、道断は言うことが断たれることを意味します。はい、どうですか室田さん。はい、四字熟語はこの文字を見ればわかるかなって思ったんですけど、はい、意外と難しくて苦戦しました。あ、そうですね。なあ、今日はせっかく学んだので、はい、この言語道断という字を使って何か一つお願いします。はい、会議に遅れるなんて言語道断です。なるほど、すごい、その通りです。イエーイ。ところで宮崎先生、はい、今回の先生を宮崎さんと宮本さん間違えて伝わっちゃってたみたいですね。はい、ちょっとスタッフさんのちょっとした手違いか何かで、今日ここに来るはずっていうことを宮本かりんちゃんが来るって伝わっていたんですけれども、ちょっと間違えちゃったみたいで、宮本かりんちゃんは朝からすごい真っ黒の先生みたいな格好して今日気合を入れて朝来てたんですけれども、ザキと元を間違えちゃったみたいで、宮本かりんちゃんはキャンセルとなりまして、私宮崎ゆかが急遽ここに来させていただきました。宮本かりんちゃんからしたら言語道断な出来事だったなって思います。でも私はここに来れたのでラッキーだったなって思います。それでは次回もお楽しみに。バイバーイ。バイバーイ。ベリーズ工房キャプテン清水咲とキュート、そしてハロープロジェクトのリーダー矢島真由美の2人の対談の続きをご覧ください。どうぞ。2006年1月ですが、はい、キュートに有原環奈ちゃんが入りました。もともとエッグ、ハロプロエッグだったんですけど、うんうん、ね、うん、覚えてる覚えてる覚えてる。自己紹介、うん、好きな食べ物はメロンの有原環奈です、よろしくお願いしますってキリ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 してたよね。頭コト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 ってそれしばらく結構キュートの中でもなんか環奈の笑い話してて、環奈もなってたよねって言って、ね、よくやってた、みんなで話してた、うん、可愛かった。私ね、自己紹介、環奈がそのお披露目で自己紹介した時に、うんうん、私が一緒にキュートのリーダーとして、でも私リーダーっていつからリーダーなのかそこ覚えてないんだけど、うん、でもその時には自覚してるんだよね。そこからなのかな、カナが加入した時に。そう、そうで、なんかねすごくつんくさんに怒られたんだよね私。なんで、その自己紹介の仕方、うん、もっとゆっくり、あとなんだろう、そのやっぱさ新メンバーだからもう名前覚えてもらわなきゃいけないわけじゃん、うん、そうだね。だから本当にその喋り方とか、うん、そのスピードとか、なんだろう、キッズの時ってさ
なんとかです、なんとかます、元気いっぱいね全部語尾が上がるみたいな、それを直せって当時すごい言われてたんだけど、なかなか直らなくって、キュートも、キュートでしただったの昔、それも全部キュートでしたに直しなさいって当時すごい言われてたんだけど、自分でそれが感覚が分からないでね、そうあるある、で多分そういうのも含めなんだけど、その紹介の仕方すごい、だからそこはね覚えてるんだよね、それは結構昔言われてた、言われたよね、うん、語尾が上がりすぎ、そうそうそう不自然だってそう誰が言うわけでもなく自然とそうなっちゃうんだよね、うんうん、ここからワンダフルハーツとエルダークラブに分かれたんだよね、分かれました、ね、ワンダフルハーツはモーニング娘。そして WU、ビューデン、ビリーズ、キュートです ね、 へえ、もうなんか一気に、うん、ね、でお姉さんチーム、若いチームみたいな、ね、少なくなって、うん、でも若干こう張り詰めたものがそれは若干あったね、若干あった、ちょっと今だから言える話だけど見てるかな、ね、うん、でもすごいさ大きかったね、その、うん、なんか今までずっと、うん、みんなでライブやってって感じだったからね、でも相当な人数だったよね、なんか多かったよね、多かった、だから本当にハロープロジェクトコンサートのステージも移動とかすごく大変だったし、うん、その大変な中でこうぶつかっちゃったらもうどうしよ う、 しようぶつかってしまったさみたいななってたもん、あったあった、ね、なんかそれこそ横浜アリーナとか、うん、大きな会場でやる時とかもさ、うんうんうん、こうメインステージがあって花道があってみたいな感じだったから、倍長ウェルドも大変だし、だ運動会みたいな倍地で大変、うん、でもそれがさ埋まるぐらい人数がいたってすごいよ ね、 ね、すごい、それを毎回やってたんだもんね、いや本当だよ、なんかさ申し訳ないけど今本当になんだろう、アリーナってさ、うん、毎年毎年こういろいろやっぱその先輩たちがさ、うんうん、すごいやっぱハロープロジェクトを盛り上げてくれててさ、毎年毎年立ててたじゃん、うん、だから今年もやるっていうのがもうなんかこう当たり前みたいになっちゃってて、ね、うん、だからこう本当に当たり前じゃないんだなっていうのを分かるよね、すごい感じる、うん、でだからなんかこうして、まあ、これぐらいの年になって、うん、アリーナとか、まあ、武道館とか、うん、裏側を通るとうわあの時の感じみたいな、あるよね、すごい懐かしく、うんうん、いやありがたいことだったんだ ね、 で2006年4月には、うん、キュートのまっさらブルージーンズインディーズシングルとしてリリースするんだけど、うん、そこから毎月1枚ずつすごいねインディーズで出して、うん、マッサラブルージーンズと即抱きしめてと、うん、大きな愛でもてなしてとあとわっきゃないぜと、おすごいよね、すごいね、大体今だと3ヶ月に1回だもんね、1回でしょ、マッサラブルージーンズかんな、インパクト大だよね、うん、あーすごい、かわいい、ねねね、洗濯物干してあるよ、かわいい、そうこのなんかセットかわいかった、うん、若いこの時物もらいだった私そうなので、その前日に多分撮影の前日に物もらいになりましたってマネージャーさんに写真を送ってだからもうキュートで初めてのあれなのにすごい物もらいなの、あ、まいちゃんサングラス、まいちゃんサングラス時代だ、メイクのマジカラまっさらと、あとその大きな愛でもてなして、即抱きしめては同じ日に、あ、同じっていうか、いっぺんにミュージックビデオ、2日間で3曲大変、だって1日1曲撮るのでも大変なのにさ、そうだね、3曲ってやばいね、うん、すごいな、激しすぎてやっぱそのさ、キッズ時代の名残でね、教わった、大きく大きく、もう首が座ってないもん私なんかでもこれが、うん、ツークさんが初めて、うん、キュートに作ってくれた曲ってこと、あでもね初めてはわっきゃないぜと、あだったんだ、そう、私最初ねもともとそのインディーズで、うん、こう曲を出しますってなった時も元々はアズワンが、うん、アズワンが一番最初にもらってて、もうこれでレコーディングするんだと思って歌詞カードと、うん、当時 MD
いや、MV になった。そう、MV もらったんだけど、うん、急遽曲変更しますってなって、うん、違う曲になったんだね。そう、なんかの時にこうマッサラブルージーンズを渡されて、でそのアズワンはキュートの一番最初のアルバム、うん、キューティクルボリューム1まで入ってるんだけど、だからもしかしたらアズワンだったかもしれない。かもしれないだね。すごいね、そう思うと、うん、結構でもまっさらでなんかファンになりましたって言ってくれる方とかもすごい、そうだった多くて、何の曲もそうなんだろうけどね、うん、もう初のなんかやっぱシングルになる喜びみたいなものは、うん、いやあったね、うん、でそもそもね最初はインディーズとメジャーデビューの、インディーズデビューメジャーデビューって何ですか、違いはよくわかんないよね、レベルから始まったんだけど、うん、でもなんだろう、そうやって自分たちの曲ができることはすごく嬉しいよね。そう、嬉しかったし、ちょうどこの4曲でイベントとかをさせてもらう機会がすごく増えて、なんか自分たちの歌をね、そう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 、うん、あとねそのね、あのなんだろう、イベント、そのショッピングモールとかでやらせてもらってたイベントで一回、あのなんだろう、平塚でやった時が無告知で出してもらったんだけど、うん、でもね、なんかそれにはいろいろエピソードがあるんだけど、うん、後々聞いた話によるとね、小田原でその前にイベントをやった時にすごい、そのなんだろう、人がさ、キュートがこうなんか出た時すごい人がわーってなって、うん、なんかなんていうの、そういうのパニックみたいな感じになっちゃったから、うん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 、それを見たその平塚の主催者の方がね、うん、あ、これはちょっと大変だ、うちではそう、ちょっと中止させてくださいって言われたらしいの、うん、私もそれ後で知ったんだけど、うん、そう、それで中止はちょっとあれなので、じゃあ無告知でやらせてくださいってことで無告知でやったらしいんだけど、うんうんうん、その時は観客の方が2人プラスメンバーの親戚が5人ぐらいかな、うん、そう、CD が10何枚売れたって言ってたけどでもその時に、あ、こんなにもなんだろう、素通りされてしまうんだなって、無告知だとね、やっぱりファンの方はさ大きいよね。そうだよね、やっぱこう人がさ集まってさ足止めて、うん、あ、なんか見てくれてね、ね、こう、うん、なんかすごいなんだろうみたいなとかあるじゃん、うん、だからそういう子で現実を知ったいや、そうだよね、うん、だっていい経験だったけどね。そうよね、うん、だって出てるメンバーの数よりお客さんの方が少ないってことだもんね、うん、そうだね、へえ、そうだよ、すごいよね、そう思うと。いや、そういう時代もあって、うん、あって今がね、うん、逆にそれを体験させてもらえて感謝だったのかもね、その平塚の主催者の方もね、うん、なんか、うんうんうん、頑張ろうって思ったもん。そうだよね、全てが当たり前じゃないぞっていうのがね、気づかされましたよ、うんうんうん、そして2006年10月にはメンバーの村上めぐみちゃんが、辞めちゃったんですけども。そうだったね、大きかった、大きかった、うんうん、いやーね、メンバー、それこそさっきのマイハも初めてじゃん、そのメンバーがいなくなる、 うん、うん、それをキュートもここで味わった感じだったし、うん、まあ、やっぱめぐってね、私より年下、そう、ね、そう、1個下だったんだけど、1個下だね、すっごいしっかり者だったよね、うん、ねやっぱ弟がいたからなのかな、だからお姉さんだからか分かんないけど、うん、性格がそもそもなんかすごくしっかりしてた、うん、してたよね。ジックスでも一緒だったし、ね、一緒だったしね、ね、いっぱいいろいろ行ったよね、うん、遊び行ったよね、はい、遊んだ、エリカと4人でね、ね、遊園地とか行ってた、うん、私たちがダンスレッスンをしてて、うん、でちょうど終わった頃にメグとスタッフさんが入ってきて、うん、でそこで辞めますっていうのを聞いたのね。みんなわーって泣いて、うん、でもなんかメグがそれを慰めてみたいな、でそこでメグが最後にみんなでワッキャナイゼットを踊りたいって言って、うん、でそこのスタジオで踊ったの。そう、へえ、やばい、なんかそれもさ、うん、踊りたいって言ってくれるのも嬉しいよね、泣きそうだね、ね、ね、うん、そうで、なんかもう楽屋というかその着替えの部屋に入ってもまたわってなって、うん、そう、お姉さんだったからね、うん、本当になんだろう、まとめてくれてた。私リーダーだったんだけど、やっぱさしっかりしてないというか、なんかこう
まとめ方がわからないみたいなとこあったから、うん、ビングははい行くよみんなみたいな言ってくれてたね。そうそうそう、うん、だからね、いやそうよね。しかも割とほらやっぱ中心メンバーとしてね、うん、活動してたから ね、 ね、負けず嫌いでさ、あったよね。でもそれがすごい引っ張ってくれてたんだよね。なんか苦手なこととかもあっても、うん、努力でなんとかする子だったから、うんうん、やっぱかっこいい姿をね、うん、ママの子印象だもんな最後まで、うんうんうん、あとね嬉しいことにね、うん、一昨年の6月、キュートのトレジャーボックスっていうツアーの横須賀の公演の時に、うん、そのもともと、まあ、キュートのメンバーだった梅田理香ちゃんと、うん、そのメグが一緒に見に来てくれて、なんかねすごかったよ。すごいなんか私もなんかすごい嬉しかったし、久々の再会だったの。久々の再会、そうちょっとカンナが来れなかったのが残念だけど、うんうんうん、まあ、7人で写真とかも撮って、うんうん、で2007年になって、うん、2月キュート桜チューラリーでメジャーデビュー、ついにメジャーデビュー、しかも初登場5位をいただき、すごいね。いや嬉しかった、うん、嬉しかったねなんか、うん、やっぱ同期だから、うん、なんかすごい気になる存在、うん、常にかついにメジャーデビューだって、うん、はぁ、ハラハラドキドキみたいな感じだった。そっか、でも追われる方がねそういうのはあるっていうもんね、うん、プレッシャーみたいなのはすごかったね。うん、でも私たちさシングル出すたびにさ次どんな曲だろうお互いなんか気になってたよね、うん、なんかやっぱ、うん、年に2回の、うん、ハローのコンサートの時とかはうんみたいな、ビリーズ新曲やるってちょっと前で見ようみたいなやってるよ始まるよみたいな感じだった、ね、うん、そして2007年4月はビリーズが、はい、埼玉スーパーアリーナでそうライブをね、うん、やっぱなんか当時その会場でライブやる史上最年少記録 13.8 歳でやらせてもらって、なんかその記録は多分ね今も破られてないみたいで、うわーすごい、そう 13.8 歳で普通立てないよね、うん、だから当時もすごいなって思ったの、うん、うわー埼玉スーパーアリーナでライブだみたいな感じだったんだけど、今ちゃんとやっぱ思うことが、うん、がさ、うん、いや埼玉でライブってみたいな、いや本当だね、うんすごいよ、いや、うん、で昼夜やらせてもらって、うん、なんかベリーズのためにこんなにたくさんの人が集まってくれたんだって思って、昼夜ってでもすごいね、うん、はあ、いやすごかったな、なんか私も覚えてるもんね、なんかさポスターとかもさいっぱいなんかいろんなところに飾られてて、うん、あの会社とか、うん、なんかレコーディングスタジオでなんか見た気がするけど、本当そうすっごい上埼玉スーパーアリーナでみたいな、うん、あそこ埋められるのみたいな、ね、すごいなって思った。いやなんか不思議だったな、でも緊張した、でもやっぱりいやすごい緊張した。もうなんかリハーサルで最初ステージに立った時に、うん、えここでライブやるのみたいな、人集まるかなみたいな、不安になるよね、めっちゃ不安になって、うんうんうん、でなんかすごい大きな花道もあって、うん、なんか普段のライブのセットの感じとも雰囲気違かったから、うん、ああ大丈夫かなっていう不安もあるし、でももうやるしかないと思って、うん、でもなんかそのライブで感動して泣いたわけよ、うんうん、で開けた後に当時のマネージャーさんにこんなんで喜んでどうすんのみたいな、うん、でもそれをねこの間メンバーに話したら、え私割れてないみたい な、うん、なんかあれ私だけ言われたのかなって記憶なんだけど、キャプテンとしてかな、うん、やっぱまだその先をみたいな感じで、うん、ここで満足してちゃいけないよって言われて、うん、あそうだったで、うん、いやでもすごいことだよね本当に、うん、今改めて、うん、すごいなって思う、うん、なんかさ花道ってさ下にさ、うん、ワゴンあるよね、そう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 花道の下の通路なんか人が立って歩けるほどの高さはないから、うん、花道の猫のねそう、うん、こうスタッフさんがこうメンバーを押してくれるんですよトロッコみたいに乗るんだよね私たちそうそうそうすいませんっつってあれすごいなんか子供だったからさ楽しかったよね、楽しくってあのハロープロジェクトコンサートの時に懐かしい教えてくれたあなたが
咲と矢島真由美の対談をご覧いただきました。はい、どうでしたか？見てみて。いやもうなんかすごい、私がまだ小学生に上がったばっかりの頃の話とか、うん、その時に起きてたことがすごい、もうこんなこと、私が普通にテレビとか見て過ごしてた時にこんなすごいことをしてたんだなっていうのを改めて感じて、自分、あの時の自分だったらできないだろうなっていうことがいっぱいあって、そう思いました。はい、私はキュートさんが無告知で2人しか来なかったっていうのを聞いて、でも私もスマイルエイジ時代に、無告知じゃないんだけど、なんかそのイベントをやらせていただいた時に、ホールかなでイベントをやらせていただいた時があって、その時に本当前列の2列とか3列ぐらいしかファンの方がいなかった時があって、それでなんか初めはこんな大きいホールでやらせてもらえるんだって思って、めっちゃ人来るのかなって思ったらそういう感じだったから、なんかすごい、なんて言うんだろうね、なんかびっくりしたのね、おーっと思って、でそこで自分たちも現実見せられて、で、そこから、ライブハウスツアーをこう回っていったりしてっていうのをいろいろやってたから、なんかちょっと、なんだろう、違うけどなんか似たような部分を感じましたね。はい、はい、だからなんかすごいなんかしんみりしました。はい、これはなんかこの対談の映像は本当はもっとすっごい長くあるらしいんですけど、やっぱハロステでまとめるとこれくらい、これくらいあったら本当にこれくらいしか流せないらしくて、だからなんかそのうち DVD 化するんじゃないかなっていう噂を聞いたので、噂ね、あくまでも噂を聞いたので、本当になるのかわからないですけど、楽しみにしててもらえたらいいなって思います。次回もあるということなので、次回もお楽しみにしててください。大阪公演をもって終了した今年冬のハロープロジェクトのコンサートですが、モーニング娘。15のリーダー福村瑞希が名古屋で撮影した舞台裏の模様をご覧いただきます。どうぞ。どうもモーニング娘。15の福村瑞希です。どうもはるかです。さあ今日はハロープロジェクトのコンサートの愛知公演に来ています。ごめんごめん、お、アンジュルメ、アイアイです。ご紹介お願いします。アンジュルメ新メンバーの愛川真帆です。ね、これカメラ小さすぎてさ、入んない入んないんだけど。ありがとうございました。ありがとうございます。やばい、来ます、負けるんだよ。なんかあれだよね、12期メンバーとアンジュルメの新メンバーとカントリーガールズってみんな仲良しだよね。先輩後輩なんですけど、敬語とかもないんです。マリアちゃんが先輩でも他のこう見えてる。ハガちゃんとヤマキちゃんが同期。そうね、同期ね。同期同期だった。マリア先輩、マリアさん、マリアさん、マリアさん、カントリーガールズ、カントリーガールズ、ちゃん可愛いね。ハロステカメラ、ハロステカメラですよ。なんか自己アピール、うたちゃん自己アピールお願いします。変顔変顔、クリールの、せーの、せーの、そうせーの、可愛い。絶対変顔じゃない今と。今のは変顔だよ。もっともっと練習して。ハロステカメラです。
ろうと思ったのに。あ、リホリホ、ホリ、あ、リホちゃん今日前髪そういえば変えたんだよね、ちょっと。そうです、福ちゃんがパッツンがいいって言ってたから、いつも分けて、長めにして分けてるんですけど、そう、今日はね、隙間なしでね、はい、いい感じの前髪で、ハッピーエモーションなんで、ハッピー、そうだよ、ハッピーに行こうね、イエーイイエーイ、触らせて、ムニ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 触られてる、今ニムニムニ、今ニムニムニニムニムニニムニムニニムニクちゃんのニムニムニニムニムニ、バイバイ、いってらっしゃい。さあ、ハッピーエモーションに向けての意気込み。ハッピーエモーションはダンスモードにと同じくらい楽しいんですけど、両方すごい楽しいんですけど、なんかもっともっと楽しくなるように、そうだね、ハッピーって感じがね、はい、出るといいね。頑張りたい。あれだよね、モーニング娘。のゾーンでもね、めっちゃ笑顔になれる曲もあるので、はい、一緒に頑張ろうね。頑張りたいね。よし、お願いします。イエーイイエーイ、行ってきます。行ってらっしゃい。くちゃん、お願いします。ハロステカメラです。ちっちゃくない？カメラちっちゃいんです。かわいい。これは綺麗、明るい、高金だって。だから結構アップめなんです、こんなちっちゃいビデオカメラ、ね、そうなんです。いいね。だからプライベート用に間違えられるんです。プライベート用ちゃんとハロステ用で、あの別に欲しいからとかじゃない。これいいね、かわいい、かわいくて。で参ります。ハッピーエモーション、はい、ハッピーハッピーに、ハッピー頑張ります。お願いします。この身長差、田村さんの顔写したら石田さん目しか入りません。あら、目しか入りません。もっと身長高くなってよ。あ、入った入った。いいよいいよ。福村カメラの舞台裏映像、名古屋編をご覧いただきました。イエイ。はい、まあ、これは名古屋での撮影、舞台裏撮影の映像だったんですけど、まあ、先日ハロープロジェクトのコンサートが終了しましたけど、はい、何か思い出に残ってることとかありますか？思い出に残ってること、うん、やっぱり今回のこのハロープロジェクトのコンサートは新ユニットが発表された場所だったので、うん、すごい新ユニットとしてもハロプロ研修生としてもパフォーマンスできる場所だったので、うん、すごい楽しかったです。おお、よかったです。歌ってたもんね、はい、新ユニットでも。はい、歌ってました。白い衣装着て、はい、輝いていました。嬉しかったです。嬉しかった？はい、すごいキラキラしてましたよ。はい。まあでも今回のハロープロジェクトでベリーズ工房さんがラストのハロコンってことで、はい、最後ずっと袖でもう後輩のみんなとか見てたんですけど、はい、なんかもうほんとベリーズさんってなんかすごい可愛いし、かっこいいし、なんか面白いし、すべての要素を持っているグループだなって思って、すごいなんかもう本当憧れのグループだなって思ったので、それがなんていうんですかね、次のハロコンからもう見れなくなっちゃうわけじゃないですか、はい、それがすごい寂しかったんですけど、しっかり目に焼き付けたので私たちもそんなグループになりたいなって思います。はい、はい。で思ったんですけど、はい、V の今見たじゃないですか、映像、はい、私たち全然映ってないよね。映ってなかったですね、はい、これちょっと問題ですよね。はい。なんかまあ福岡編もあるみたいなので、はい、そっちに映ってるかな。映ってたらいいね、はい。もしかしたら映ってるかもしれないので、はい、まあ、いつ流れるかわからないんですけど、いつか流れると思うので楽しみに待っていてください。質問コーナーです。このコーナーはタイトルの通り、私たち MC2 人がお互いに聞きたいことを質問し合うコーナーです。ではまず 私から竹内さんに質問です。はい、竹内さんと言ったら、うん、野球が好きっていうイメージがあるんですけど、はい、野球のどんなところが好きなんですか？そうですね、まあ、私野球好きなんですけど、はい、一つ言っときますね。私野球好きなんですけど詳しくはないんです。それだけは言ってきますね、はい、で詳しいと一言も言ったことない。聞いたことないです。でしょ？はい。そうで、なんかそう、まあいいか。野球、はい、よく小さい頃とか
東京ドーム行って見に行ってたんですけど、最初全然興味なくて、はい、でなんか本当あの巨人が好きなので、はい、ジャビットくんのお弁当が売ってるのね東京ドームに、はい、それが好きで欲しくて行ってたのね昔は、はいはい、でそこからあのまあどんどん行って、でちょっと年を重ねてたらあのお家とかでもお兄ちゃんとキャッチボールとかするようになって、はい、でそういう風になんかあのお兄ちゃんの野球の試合とか見に行ってたら、なんか気づいたらこうちょっと好きになってたみたいな感じなので、なんかきっかけは何かを、まあ、一番最初はお弁当が好きで、はい、そう行ってたりしてたんですけど、はい、そうですね。でも本当なんかあの野球は最近はあんまりちょっと見に行ってないんですけど、はい、でもなんかあのすごい面白い。はい、じゃあ次は私から田口に質問なんですけど、はい、あのハロプロ研修生で今まで一番怖かった先輩は誰ですか？はい、怖かった先輩。怖かった先輩。はい、いた？やっぱね。私もハロプロ研修生、ハロプロ X 出身だったのでね。はい。ね、ちょっと関わってたもんね。はい。ね、ちょっとだけ。ちょっとね。いました？誰か。いや。いました？めっちゃ見られるね。いや、めっちゃジロジロ見られる。いなかったです。絶対嘘だ。いなかった気がする。絶対嘘だ。でも一番、うん、なんか怖いかったのは、うん、マネージャーさんです。マネージャーさん、はい、マネージャーさん、あの、あれでしょ、研修生の時でしょ、はいはい、あかりもいた時でしょ、わ、はい、かります。あかりも一番最初にあのまだ入りたてかな、ちょっとまだそんなに経ってない時にあの怒られたことがあって、はい、それがね怖かったなって思った。はい、はい、そんな感じですかね。はい、はい、エンディングです。今回のハロステいかがでしたか？それでは、ハロープロジェクトからのお知らせです。3月28日29日にハロープロジェクトひなフェス2015満開ザガールズフェスティバルが行われます。そして同時開催で他のホールでは里山里海へ行こう2015も開催されていますので、お時間ある方はぜひお越しください。そしてアンジュルムからのお知らせです。3月14日からアンジュルムスターティングライブツアー2015スプリングという春ツアーを行います。全国各地行くのでお時間ある方はぜひお越しください。そして5月26日にはアンジュルムとしては初の日本武道館公演をやらせていただきます。はい、スマイレージとしては一度やらせていただいたんですけど、アンジュルムとしては初なので9人で力を合わせて頑張りたいと思います。はい、ではじゃあ次田口。はい、ハロプロ研修生からのお知らせです。私たちハロプロ研修生の発表会が行われます。ハロプロ研修生発表会20153月の生卵ショーが3月8日日曜日から ZEP 東京で行われます。同じく大阪名古屋でも行われます。詳しくはオフィシャルサイトをご覧ください。春らしい曲がたくさん聴けるようになっていますので、ぜひハロプロ研修生の春を感じに来てください。お待ちしています。はい、はい、っていう感じで大丈夫ですか？はい、はい、ではですね、あの今回ハロステの MC どうでしたか？私は今まで、はい、うん、あの ここにいないで、うん、あの見てる側だったので、うん、なんかいつか、はい、こういう MC をやってみたいなと思っていたんですけど、ほう、こんなに緊張するとは思ってなかったんですけど、やっぱり見てるのと全然違って、うん、なんか滑舌よく喋らないとなとか、なんか覚えないとなとか、いろんなこと考えてたらすごい緊張したんですけど、うん、はい、やっぱり MC をできることやらせてもらえることができて、うん、すごい嬉しかったです。お、よかったです。はい、私はですね、あの前回キュートの中島咲さんと一緒にやらせていただいたんですけど、はい、
中島さんは先輩なので仕切ってくれてすごい私もいっぱい頼ってたんですけど、はい、今回私の方が先輩だから仕切らなきゃって思って、それがもうすごくちょっとドキドキしてたんですけど、はい、でもすごいなんか楽しくできたので良かったです、はい、はい、ではですね、今後ハロステでやりたい企画とかありますか？企画、うん、何かこんなことしてみたいとか。節分の日とかにみんなで豆まきをしたいです、うんうん、おお、節分ってもう過ぎたよね。はい、来年。あと おひなさま飾ったりとか。ここに、はい、おお。飾ってるところを、あ、飾ってるところを飾る、うん、今の人たちってあんまり飾る、わかんないんですか、私の家では、うん、お雛様を飾らないので、うん、そういう飾り方もわからないので、うん、そう飾ってみたりとか、うん、鯉のぼりを作って、うん、見たりとかそういうのをしてみたいなって思います。いいね、新ユニットでなんか鯉のぼり作ってさ、はい、なんかどっか屋根に屋根にこうね、はい、置いてわーってやったら面白そうだね。はい、やってみたいと思います。ぜひ叶うといいですね。はいはい、こんな感じですかね。あ、まあ私はですね、そうだな、なんだろう、ハロステでやりたいのは、私結構バッティングセンターによく行くんですね。はい、そうで、プライベートでお友達とかとよく行くんですけど、今度ハロステで誰かと一緒にバッティングセンター行ってみたいなって思いますね。はい、何キロ打てるかみたいな、そうやってみたいな。はい、110キロは打てるんです。だけどそれ以上は打ったことないので、ちょっと何キロ打てるか挑戦してみたいなって思います。はい、それでは最後にジュースジュースの宮崎由香のヘアアレンジ映像をご覧いただきながらお別れしたいと思います。今回の MC はアンジュルムの竹内あかりと新ユニットの田口夏実でした。またお会いしましょう。バイバイ。 バイバイ。ジュースジュースの宮崎由香です。今日は巻き髪を私はやろうと思うんですけれども、巻き髪だけじゃなくてちょっとリボンとかを使ってちょっとしたアレンジとかもできたらいいなって思います。頑張ります。じゃあそれでは早速やりたいと思います。今日はですね、巻き髪ということで、じゃん、こちらのいつも私が使っている26か8ミリの巻きごてを、ちょっと細めです。普通は32ぐらいがよく巻きやすいって言われてるんですけれども、私はちょっと髪の毛を切って短くなったので、今日はこちらのコテを使って巻きたいなって思うんですけれども、私は短くなったのもあって、最近はぐるんぐるんに強めに巻くというよりも、ちょっとふわふわに巻く方が、ゆるく巻く方が好きなので、今日は温度、これは200度まで上がるんですけれども、140度で今日は巻いていきたいなと思います。じゃあ早速やりますね。まず巻き髪をするときは、私はなんかあんまりブロック分けっていう、なんか細かく髪の毛をあんまり分ける方ではなくって、結構ざっくりなので、すごい私は髪の毛の頭の3分の1ぐらいですかね、をまずはもう適当でいいんです。これはこういうなんかタオル生地の跡がつきにくいゴムを使って、私はいつもまとめてるんですけれども、これはもう何でもいいと思います。適当にもうペペペってやって、で下のこの残った髪をこれくらいかな、これくらい取って、まずは私の最近の流行り、私の中での流行りは、まずこの下を内側に一回転させるんですよ。こうやって一回転すると内側にくるんってなるんですね。でそれをして、この上の方を、こっちも一回転ぐらいでいいんです。これくらいやると、なんか毛先がすごいクルンとしてた方が
他のところがゆるくすごいゆるく巻いてても毛先がちゃんとしてるとすごい巻いた感じ可愛い感じになるので私は最近これが好きでよくやってますこの巻き方をで、うちが一回クリンってしてから次は私は外にこっちも一回転ぐらい縦に次は巻いて結構さらりと大丈夫でさらりとで大丈夫なんですけどっていうこんな感じでちょっとめんどくさいんですけどこれをやることによって変わるんですよ意外と雰囲気が柔らかい巻き髪に見えますよしできた巻き髪はできましたこんな感じでわかるかなふんわりとした感じわかりますかわかりますかねこんな感じですうんいいんじゃないでしょうかこんな感じで低い温度で毛先を内側に最初にクリンって入れてるので全部こうやって全体的に持ち上がった感じで結構丸い感じにここ上も一回転しかしてないのでそんなに派手派手しくはならずいいんじゃないかなって思いますはいそしてですねここでちょっとしたリボンの使い方をやりたいなって思うんですけど私はリボンが好きでいくつか持っているんですけれどじゃあまずは一つ目これはちょっと大きめのこれくらい顔に入れるとこれくらいの大きさ顔ぐらいの横ぐらいの大きさなんですけどこれは大きいので私は後ろにポニーテールとかした時に見えないぐらいのポニーテールで後ろにこうやってやった時にこうやってつけるのがこっちに見せた方がいいのかな好きでポニーテールの時はこういう大きめのリボンをつけるといいんじゃないかなって思いますそして私はよくやるのがここ私は髪の毛が結構広がりやすいのでこの上のあたりの毛をちょっと取ってでこうやってねじっちゃうんですよここをくるくるくるってねじって反対も取ってねじってこれは結構ですねきっちりするというより結構こうやってスッて取ってこうやってなんかなんて言うんですか空気が入ってるぐらいざっくりしてる方が私は好きなのでよくやってますでこれをちょっと止まりにくい方はこういうアメピン普通のピンで先に仮止めしてからこれもすっごいもうなんかもう自分の思う感じでスッてもう刺しちゃえば止まっちゃうのでこういうの止まりましたで止まったら結構ほらこれでも軽く見えるじゃないですかでこうやって下向いた時にいらない毛ドゥルルルンってした毛が落ちてこないし私はライブだとちょっと崩れやすいのでライブではあんまりやらないんですけど普段ただ喋る時とかはこういう髪型をよくやりますでこういう時に今後ろはピンでざっくり留めてるだけなのであんまり見栄えが良くないんですねだからこういうのをこういうリボンでカシッともうどこでもいいんです留めちゃえばじゃんちゃんと留まってるか今よくわかんないんですけどじゃんこんな感じで一気にヘアアレンジしたような髪になるのでおすすめです私はよくこのリボンを使うんですけど無地これ黒も持ってるんですけど無地のリボンはどんなお洋服にでも合うので初めてリボンを買う方は無地のがおすすめかなって思いますあとこういうちょっと柄の入ったリボンシンプルなお洋服が多い方はリボンでこういう柄とかを入れてみるのもいいかなって思いますこういう柄の入ったリボンは私は今の髪型じゃなくってこうやって耳どっちだか好きな方でいいんですけど
耳かけしてここをちょっと取ってでこれをキュキュキュッとねじるんですよ。で広がりやすい髪の方はここをちょっとねじってでさっきみたいにピンで軽く留めるとあっ落ちちゃった。ちょっと後で拾いますねこうやってちょっとねじってこの辺で隠しピンって言うんですけどメイクさんによくやってもらうんですけれども私はこういう感じでちょっとあの見えないんですけどこうやってやるだけでもあの耳かけしたところが落ちてこないですし髪の毛もすっきり見えるのでこうやって隠しピンをしてその上からこういう耳の横につけるのはこれくらいちっちゃい方がいいと思います。さっきのと比べると結構違うんですけどこういうちっちゃいピンをここにピッてつけるだけでほらどうですか。こんな感じでいろいろあのシンプル今日はちょっとシンプルめのお洋服なのでこういう私は柄の入ったリボンをつけるとがおすすめです。こんな感じですかね。こんな感じでリボンはいろんなことに使えるので皆さんいくつ持っててもいいんじゃないかなって思います。ということで以上ヘアアレンジでした。ありがとうございました。バイバーイ。